はい、えー。皆さんおはようございます。えー、2020年の4月の1日時刻は史上回ったところになります、えー。今日から46日間チャレンジ行政手続き法完全制覇ということで、えー、やらせていただきたいと思います、えー。レックさんとのちょっと共同なね、えー、企画ということでやらせていただきたいと思います、えー。私、黒沢と申します。どうぞよろしくお願いします。 今日第1回なので、簡単な出世説明自己紹介させていただこうかなというふうに思います。私はですね、あの行政書士今開業して、まあ、あの開業登録をしてえ13年になりますけれども、今はやっぱりあの行政手続きのデジタル化、オンライン化に合わせたサービスの開発であったりとかですね、結構その省庁の方とかと色々話を進めているところとかもあったりとかします。 あとは、個別法で行きますと、航空法絡み、ちょっとドローンの関係だったりとかするんですけれども、航空法の関係であったりとか、あとは、あ結構不動産周りのですね、あの、クライアント先が多かったりとかするので、不動産関係のですね、法規制。 それに合わせて結構宿泊関係とかのですね、えー、この法規制なんかについても、まあ、専門とさせていただいているかなという感じなんですけれども、あのー、皆さんもご存知の通り行政法規というのはですね、本当に多岐にわたっていて一つの業界にこう、まあ、関わっていくとしてもですね、えー、非常にこう多くのいろんな法律に関わっていくことになったりとかするわけなんですねで私は日々この行政法にこうまみれているというか もう毎日使ってるような感じなんですよね。え、やっぱね、行政法って面白いなっていうふうに日々感じているんですけれども、この間あの、レックのね、担当者の方とお話をしていたときに、やっぱ受験生が一番結構ネックに感じたりとかするのが行政法なんですよと。まあ、行政書試験ね、非常にこう多く問われるっていうのもあるんですけれども、この行政法が苦手だとか、イメージがつきづらい、もう行政法嫌いみたいなね、人が結構いらっしゃるっていうことを聞いてですね、なんてもったいないと。 もったいなくないですかだって行政法って、もう一番ビジネスに使うし、多分、これから先ね、あの資格を取られた後もですね、この行政法でですね、徹底的にこう理解をすると、めちゃくちゃこう仕事にも繋がっていいはずなんですよ。なので、 まあこの46日間を続けて、えー、もちろん行政手続き法について、えー、皆さんパーフェクトにですね、理解していただいて、覚えていただくっていうのも大事ですし、えー、プラスアルファですね、この行政法の魅力なんかを伝えられたらいいな、なんていうふうに思って、えー、進めさせていただこうかなというふうに思っております。 46日間、私も続けて継続的に撮って参りたいと思いますけれども、できれば皆さんもちょっとずつね、えー、こういうのってあのー、一気にやろうっていうよりかは、もういかにコツコツですね、もう毎日5分でいいから、いかにコツコツやるかっていうのが非常に重要だったりとかするので、えー、続けてね、一緒に勉強していけたら嬉しいなというふうに思っています。よろしくお願いします。じゃあ今日はね、第1回なので、 1> 第1条から始めると思いきやですね、えー、この行政手続き法とはっていうところで、少しね、遠隔な周りについてお話をしていきたいなというふうに思っています。行政手続き法は1993年に制定をされるということになります。この当時、一体どんなことがあったかというと、1980年代にですね、日米構造改革協議という日本とアメリカの話し合いが行われます。これは、 建前としてはですね、政治とか経済の構造をもっとより良くしていきましょうよ。日本とアメリカで話し合ってより良くしていきましょうよっていう話し合いなんですけれども、まあ、この当時、日本はですね、イケイケどんどんで経済成長をぐーっと進めていった時期なんですね。アメリカとしてはその日本に対してもっと閉鎖的な市場を解放しろ。 要するに、アメリカも日本に企業を進出していったりとかしたいという思いがあったので、経済成長を進めていきたいという思いがあったので、日本のシステムとしても、アメリカの企業がですね、もっと日本に進出しやすいように、システムを変えてください。構造を変えてくださいと。こんなことが、うん、話し合いの中で、えー、行われたということになります。 当時の日本というのは、いまあ、未だにね、やっぱね、その名残っていうのはあったりとかしますけれども、日本の行政ってやっぱり特殊なんですよね。長いものにはまかれろ主義といいますかですね、コネでなんとかなったりとかすると。まあ当時なんか特に、一体どういう条件で、えー、許可が出るかっていうのがいまいちよくわからない。だからどうしたらいいかっていうのがよくわからないんだけど、なんかこう議員さんの口利きで言ったらですね、許可が出たとかですね。 法律上の要件なんか満たしてるはずなのに、えー、申請してみたらですね、えー、受理しないとかですね、えー、受理をしないとか言われちゃうわけですよ。法律による行政の原理とかそういう意味で考えていくと、アメリカ人的には意味がよくわからないわけですね。あるいは、これ、まあ、学問的な話でいきますと、日本ってこの行政法っていう学問自体がですね、そのドイツ法から来てるんですね。 ドイツとかフランスとかのこの大陸法の諸外国というのはですね、えー、実体法中心だったんですね、行政法に関して。実体法中心なので、手続きルールについては、割とその重点を置かない。実体法というのは、そうやって権利とか義務を定めるルールということになりますけれども、権利とか義務を定めるそのプロセスが大事なんだっていうふうに考えていたのはどっちか、どちらかというと、英米法なんですね。 でアメリカとしてはやっぱりそのプロセス重視の考え方を持っているもんですから日本がやっぱりそのプロセスについてはあまりにもいい加減なんじゃないかもう透明性に欠けるんじゃないかということを言いまして1993年に行政手続き法を制定するに至ったということになります行政活動はいろんな体系がありますいろんな活動の種類がありますただその中でも とりわけ、えー、今回定めようということになったのが、処分について。まあ、学問上はあの行政行為という言い方があったりとかしますけども、処分について。そして、行政指導という、この日本特有のものがあったりしますよね。行政指導、届け出。この3つについて、えー、この1993年当時はですね、定めるということになったわけです。 その後なんですが、2005年になって、これは行政立法というところで勉強したりとかしますけれども、政令とか省令、委任命令なんて呼ば,呼ばれるものになりますけれども、この委任命令なんかを定めるときに、パブリックコメント、国民の意見を広く聞きましょうよなんていうことで、命令等を定める手続きというのが2005年、平成17年にですね、追加で入るということになります。 これで4種類です。4種類何だったかっていうと、処分と行政指導と届出と命令等を定める手続き。この4つについて行政手続き法では定めたということになります。まあ、あの改正の歴史、えー、法改正の歴史でいきますと、その後ですね、行政不服審査法の改正に伴って、2014年のタイミングで、えー、36条の2、36条の3というのが付け加わっていますけれども、今はとりあえず置いておきましょう。 今回の動画で覚えてほしいのは、この法律というのは行政活動いろいろ種類があります。その中でも実は4つのことしか書いていません。えー、処分と行政指導と届け出と命令等を定める手続き、この4つについてしか書いていないんです。行政調査とか行政契約とか、そういったものについては一切ここでは定めていないということに注意をしておきましょう。ということなんですね。 あとは、遠隔ということで言うと、1993年の前の年、えー、これは1992年に、最高裁の大法廷でですね、成田新報事件というのが出てますね。成田新報の判例なんかについても、もう一度押さえておいていただけるといいんじゃないかなと思います。成田新報事件では、 これ、憲法のね、31条の規定というのは、刑事手続きだけじゃなくて、行政手続きにもですね、まあ、及ぶんだとは言い切らなかったですけれども、保障の枠外にあるとは判断しないんだというですね、まあ、ちょっと曖昧な言い方ではあるんだけれども、要するに憲法31条というのは、刑事手続きだけを言うんじゃなくて、行政手続きのところの保障っていうのも書いているんですよ、と。そういうのも含んでいるんですよ、なんていうふうに言ったのが、まあ、成田新法事件、それを受けているというのが、まあ、 1993年の行政手続き法であるんだなんていうところですかね今回は遠隔について少しお話をさせていただきました、えー、実はね結構ねこの法律ができた年、えー、大体どのくらいの年にできているんだっていうのを抑えるっていうのは後々ね重要になってきたりとかするので、えー、今あなんとなくでいいからこう認識をしていただければいいかなというふうに思います、えー、遠隔については以上です